平成1年です。今回はですね、まあ、台風10号が、今近づいてるっていうことでね、そう台風対策、うちの地区やってる台風対策っていうのをね、話していこうかなと思います。まあ今回のね、台風10号、もう特別警報級っていうね、もう本当とんでもない大きさだっていうのがね、言われてます。前回来たね、9号も、過去最大級だよってことで、最大瞬間風速70メーター出るよと。これはデジでかいってことでね、もう先週がずっとね、もうこれ絶対ちゃんと台風対策してよってことでね、いろいろ言われてて、2、3日前ね、今週の頭からね、ちょっと台風来てたんですけど、確かにデジ強かったです。もう風も死に強いし、車がね、ひっくり返ってる写真とかありましたよね。見た人いると思うんですけれども、それぐらいやっぱ強かった。あんなに対策してる沖縄でもね、やっぱり結構被害が出たっていうことで、それもすごい強かったんですけど、今回はそれ以上のね、台風が6日、まあ日曜日に沖縄に上陸、まあ上陸っていうかまあ横通るんですよね。で、6日、日曜日から月曜日にかけて九州、中国地方に上陸するっていうことで、これすごいね、まあみんなもね、不安だと思いますし、本当に対策ちゃんとしないと、本当危ないんでね。だからまあ、今回のまあ動画ね、ちょっとうちなんちが毎回やってる、まあ僕もそうですけども、大体ちゃんとやることっていうのがあるので、対策ね。それもしね、参考になればなと思ってますので、ぜひ、見てみてくださいね、最後までね。はい。で、まずね、一番最初に、まあ、またとかもね、台風来るよってなったらね、もう、誰に指示されることもなくね、台風の対策できる、もう、頭の中入ってるんですよね。で、まあ、まず外と、まあ、中側っていうのでやるんですけど、外ね、まず一番最初にやります。外は、まず出てるものを全部入れる中に、これはまあ結構ね、これは飛ばんかなって言ってね、大丈夫だろうって言ってね、外に置いたりとかしてるものもあるんですけど、結構飛びますからね。だから置物だったりとか結構重いから大丈夫よっていうものもあるとは思うんですけども、地面にくっついてないものって全部一応入れる、入れないとこれが飛んできてからね、ガラス割れたりとかしたら大変なんで、これ絶対入れてくださいね。で、全部入れて、で、外にね、室外機とか洗濯機っていうのあるじゃないですか。これはさすがに中に入れれんやつさっていうものがあると思うんですけど、これに関してはちゃんとね、重しを置いとく。まあコンクリートとかね、そんなのでもいいですよ。ブロックとか。そんなのでも全然大丈夫です。っていうのは、まあ上のね、パカパカのね、この、ドアの、洗濯機のドアのとこが飛んだりとかね、壊れたりとか、あともうこの洗濯機自体が飛ぶとかね、ということもあり得るんで、中に水溜めてから上から重ししたりとか、中に何か入れといてね、重いもの入れといてからとかっていう感じで飛ばないようにしとく、まず。今回のとか、まあ80メーター、まあ奄美のところで80メーターなんで、でも九州とか中国地方でも60メーターぐらいになるって言われてますから、だからこれぐらい強い風だと本当に飛ぶ可能性あるんですよね。だからそれ絶対置いといてほしいなと思います。で、あと室外機のところも、室外機自体は全部ボン飛ぶってこと。ね、コンクリートちゃんとつけて、下のとこつけてるんで、ないかもしれないですけど、上のカバーとかが飛んでいくとかね、そういったことあるんで、ここも上に重し乗せておく。これはやった方がいいです。まずこれ言ってるんですね、外で一個やる。で、あともう一個が車ですよね。車。まあ、車ね、もうどんどん飛ぶっていう感じじゃないんでね、もちろん大丈夫だとは思うんですけれども、一応予防としては、壁側にひっつけてから置いておく。とか、壁側にフロントガラスを向けて止めておく。こういったことをするだけでもね、変わるので、フロントガラスに物が飛んでこないようにしてね、物が当たらないようにして壁側にフロントガラスは向けてからね、止めるとか、あと風の飛ばされても大丈夫なようにね、ギリギリのとこちょっと止めておくとかね、そういった形で工夫をしてくださいね。止め方は工夫してもらえれば、まあさすがにそんなには飛ばないと思うんで、それはまあ一つやった方がいいかなと思います。で、あとはまあ、よく言われてますけど、まあ詰まってないかなとかね、外のね、通路のところの水はけ大丈夫かなとかいろいろ見てくださいね。ただこれに関してはもう、まあそんなにね、丁寧にやるっていうことじゃなくても大丈夫だと思います。もう本当にもう、川のように流れてますからね。だからもうこれはもう、ある程度大きいものだけ取るっていう感じで大丈夫だと思います。まあ一番やらないといけないのは物が飛ばないようにするってことです。一番最初の話ね。これ外での一番のポイントなので、これ絶対やってくださいね。はい。で、次がね、室内なんですけども、室内の中で一番ポイントなのは、停電です。停電。食料を確保しましょうとかっていろいろ出てくるんですけど、これ、正直ね、台風とかね、たかが1日2日なんで、そんなに食料っていらないんですよ。ワッターとかもユニオンとか行ったり、サイン行って買ってきても、手が余りますよ。だから大丈夫です、食料に関しては。そんなに買い込んでからね、もう万年持っとけ、水も全部、もう何本持って、いや、その子までいらないんですよ。ただ、停電に関しては、
停電したらもちろん充電なくなるとかもあるんですけど、台風がね1日2日で過ぎ去ってもその後復旧までに、ね、本当に長い人ところだと1週間とかねかかるんですよね。だから本当にすぐねこの近くの方で電線切れてか停電しましたっていうぐらいだったらもう1日で復旧すると思うんですけど、もう大掛かりのこの台風の場合っていうのは復旧もうちゃんと直していかないといけないんで、いろんなとこ結構時間かかるんですよね。思ったのも倍以上絶対かかりますから、だから本当復旧するまでの時間、やっぱ例えば冷蔵庫の中にね、ああもうこれ食料買わんといけんからって言ったら電源溜め込んでたら1週間止まったらねもう全部腐ってしまうし水も出るしって感じになるので、冷蔵庫の中もある程度もう最小限2日ぐらいのもの、もう1日半から2日ぐらいのものを入れておく。でもし停電した時にはすぐね移せるようにクーラーボックスを用意しておく。クーラーボックスね。で僕らもやりますけど、もう冷蔵庫の中に氷ブロックとの氷とか入れといて、停電したらこれに入れてから氷を、でそれで食材とか全部クーラーボックスの中に入れておいておく、まあ、空っぽにする冷蔵庫をねという形でやってくださいね。これは、うん、もう本当に停電したらずっと復旧しないですよ、うん、これだったら大変なんで、うん、それをやってほしいのと、あとはやっぱ窓ですよね。危ないですよね。窓が割れてしまったら危ないんで養生テープでバッテンってやってからね、バッテンやって、で、サッシのところにも新聞紙とか入れてか水入ってこないようにする。これさえやっておけば、まあ、もしね、まあ、割れにくくのもなりますし、割れた時も飛び散るのがね範囲がね狭まるので、それはやっておいた方がいいなと思います、うん、本当に風が強い時っていうのはやっぱ養生テープやってる人たち結構いますよ、やっぱり、うん、それぐらいやらないと。で、あとはまあカーテンとかちゃんと閉めてから飛び散らないようにするよっていうのをねやってもらえれば、まあもう割れたとしても怪我しないっていう形、しにくいっていう形なんでね、うん、結構ね破片でね怪我する人たちいっぱいいますからね、気をつけてもらってそれをやるという形です。で、あともう一個はね、まあ、水断水してしまったら大変なんで、水をね湯船に溜めておいてくださいね。湯船、お風呂場の湯船、そこから、まあ、トイレとかするときにそこから継ぎ足していくっていう形ですね。まあここに関しても、まあ、1日2日止まって1日2日、まあもしね復旧まで時間かかったとしても、もう それは外でできますから、だからまあもう1日2日分ぐらいなんで多分湯船で足りると思うんですよね。だからこれだけはまあやっといてください。いや断水したらでも結構きついですからね、きついんで、まあ万が一断水するってことなかなかないですけど、一応それはやっといた方がいいと思います、はい、という形ですね。でまあさっきもありましたけど、まあこの3つずっとまずやっておいた方がいいっていうの3つで、あと食料とかね、まあ DVD 借りるとかそういったものとか、まあまあ正直まあこれはね、まあそんなに気合い入れてやらなくても大丈夫です。まあ前持っていかないと確かに食料がねなくなってるよとかね、島とかねそういうところはもうもちろんね、村でねスーパー1個しかないとかだったらもちろんやらないといけないんですけど、まあそこまでねコンビニとか近くにあれば大丈夫ですし、1日2日でねまあ台風は過ぎ去るわけですから、まあそんなに気にしなくても大丈夫かなと思います。多分いつものねほんとちょっと継ぎ足しぐらいで大丈夫だと思うんで、食料とか水に関しては、まあ、水はまあ多少あった方がいいと思いますけど、まあそんなに気にしなくても大丈夫だよっていうのがね経験上から言えるかなと思いますね、はい。でやっぱりもうこのまずね停電したらどうするかっていうところだったりとか、あとはまあ断水ね、これ物理的にまあ復旧するまでに時間がかかっちゃう、この2つはねしっかりやってもらって、で対策してもらうという形ですね。まあ今回これで以上一応になるんですけど、まあ本当に大きいです、うん、僕もね聞いたことないんですよ。 80m とかってね本当やばいと思います。だからで 60m で上陸するって、 60m って木とかがね倒れるレベルだよっていう風にもう書かれてるんでね、もう相当風が強いことが予想されるので、まずね一番最初に、まあ、この対策っていうのも重要なんですけど、もう避難所、避難できるところがもうまず頭には絶対入れといてくださいね。で前もって行動する、前もって場所を覚えておいて前もって行動する、これもうやばいやつだ、こんな風だったの絶対やばいってなったらもう避難所行ってくださいね。もう来るのも早いし、本当被害がね多くなってから移動するっていうのはなかなかできないと思うので、前もって行動をやって本当に身を守る行動をやってほしいなと思います。で、あとはまあね今後ね6日日曜日にね沖縄に上陸するってことなんで、まあちょっと様子とかはね、まあ前の動画でも出しますけど、今回のどんなかっていうのとかね、まあインスタとかでも出しながらとかという形で先にね前もって情報出せるようにしておきますんで、ぜひねそれも参考にしてもらいながらしっかり対策
台風対策取ってもらえればなと思います。はい。まあ今回以上になりますので、また明日も更新しますので、ぜひ見てみてくださいね。はい。まあ気をつけて、本当に危ないんでね、気をつける、まあ、台風対策、ぜひやってくださいね。はい。以上です。